のんちゃんのホームで一言です。はい、結構まあそれぞれね、ジョギングしたり水泳もね、私結構やってました。大人になってからも区民プールでガシガシ泳いでましたね。好きなんですよね、泳ぐの。球技はねそんなに縁がなかったんですけど、今ね、今の私はこの球技を選びます。はい、今やりたい球技があるんですよ。もうこの時点で上手じゃなさそうなんですけど、一応こうバレーボールです。配球を見てですね、配球がすごく面白くてですね、すっかりなんかそれでバレーボールに興味を持ったっていうか、もうやりたくなっちゃって、もうなんかチームの一員で私もやりたいみたいな。キラキラしてるんですよね、その皆さんが、あの出てくるみんなが、なんか部活やりたいなみたいな、どっか入りたいみたいな気持ちがすごく芽生えまして、今球技ですね、バレーボールです。さあ、ということで皆さんの回答を見てみましょうか。え、なんだろうな、その他か、もうほとんどがその他ですね。あ、球技多いよ、 29%、 こうじゃない。あ、こうの可能性もあるね、こうね。確かにそれも面白いね。私バスケはね割とできるんですよ。そうそう、意外でしょ。そう、レイアップシュートとかね、みんなの前でお手本でやりました。そう、意外でしょ。野球はできないな。サッカーとかもねありますね、フットサルとかやるとかね。陸上、水泳はあんまり同率であんまりなかったですね。なぜそれ選んだか具体的に教えていただきましょうか。あ、ゴルフも球技ですね。まずは水泳を、温水プールに年中通っています。健康維持のため背泳ぎ、クロール、平泳ぎ、バタフライは無理。え、一緒かも。私も健康維持のために、あと体力維持っていう意味でもプール通ってて、あの自分で行ってただけですけど、そう、背泳ぎ、クロール、平泳ぎをそれぞれ、まあ、1、2本ずつくらいして、ゼーハーゼーハー言いながら帰るみたいな。バタフライはね、私もできなかったんですよ、最後まで習得不可能でした。なかなかできないですよね、上がってこれないんですよ。でも私前も言ったかもしれないですけど、高校のメンバーみんなすごくて、ガシガシ女の子らもバシャーバシャーってかっこいいみたいな、で私の番だってなって、全然できない、微塵も進んでない、みんなを待たせてて、あ、ごめんね、あ、ごめんねって言って、すごいね、あ、申し訳なかった。難しいですよね、みんなどこで習得してきたのかを教えてほしいです。さあ、続いてウォーキングね、陸上でしたけれども、ウォーキングを30分程度始めたい、主に夜間ということで、始めやすいんじゃない。ジョギングは膝に来ちゃうと思うので控えたい、私も。怖いけど、ウォーキングだったら始めやすい気がする。昨日たくさん歩いたんですよ、足痛いの痛いの。そんなたったちょっと歩いただけでこんな足痛いんだと思ってね、ちょっとドキッとしてしまいましたけれども、あの10分から始めてね、20分30分ってちょっとずつ時間をね増やしていくのもいいのではないでしょうか。さあ、続いて球技じゃない、球技、あ、ゴルフか、ゴルフ三昧したいということで、そうね、ゴルフと野球が多かったようです。そっか、やっぱりゴルフされる方多いですね。ぜひぜひゴルフ三昧、結構行くのが大変なのかなって。あ、打ちっぱなしに行けばいいのか、なるほどね、そういうことか。そう、用具をね貸してくださったりもしますよね。そう、いつもねゴルフの、そのクラブを、あの、そうそうそう、やっぱ大変じゃない、結構な荷物たくさんね刺してて、それをねトランクから開けて降りてくるね社長がいたのよ。あ、ゴルフ帰りですかって、お疲れ様。すごい優しい方でね、そう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 、すごいゴルフしてたなっていう印象があって、いつもその方を思い出します。今もしてたりするのかな。あの家のね自宅の前に帰ってくるのよ。そう、私はゴルフ行かないからわからないんですけれども、そう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 、ね、似合うかな、どうだろう、結構ね女性でもする方最近増えてるからね、いつか通る日が来るのかな。はい、さあ、その他もあるのかな、例えばなんだろう、あ、体力測定を行ってみ、ここで緊急地震速報をお伝えしていきます。緊急地震速報です。最大震度は3で入りましたが、最大震度2ということでした。広島県南西部を震源とする最大震度2の地震が発生した模様です。